南海トラフ地震の臨時情報、巨大地震注意が発表されてから間もなく1週間となります。このまま特段の変化がなければ、明日午後5時に注意の呼びかけは終了する見込みです。8日の日向灘を震源とする地震の発生後、気象庁はきのう正午までに南海トラフ地震の想定震源域では特段の変化を示すような地震活動や地殻変動は観測されていないとしています。 このまま特段の変化がなければあす午後5時に注意の呼びかけは終了する見込みです。